里崎チャンネルよっ。こんにちは。さあ結構終盤にね、そうですね、はい、もうドラフトも、はい、あと数日で、そうです、行われるというところ で、はい、まあ、でどんなねドラフトになるかというところで、はい、今日は DeNA ベース、はい、いきましょう。じゃあ去年のドラフトから、そうですね、はい、あと DeNA もね、僕はあの監督が今年交代しないんじゃないのかって言ってね、うん、あの次の日にスポニチがね、はい、なんか DeNA ラミレス監督退任みたいなね、うん、記事出てましたけど、はい、でも1社しか出てないんですよ、はい、他の記事がほとんど他の新聞社が後追いしてないんですよ、うんうん、事実なのかっていう、だ本当まだ分かんないですね。いや僕はもう12球団どこも変わらないんじゃないのかなっていうのが、うん、まあ、僕の持論変わってないんですけど、はい、あとは、まあ、あるとしたらね内部昇格っていうところって言ってたんですけど、うんうん、あとはね、はい、ドラフト見てください、はい、ドラフトに現監督が来てたら、はい、絶対変わんないですから。あー、そっ、でも来ないことってあるんですか、現監督が、シーズン終わってないじゃないですか。でももし変わるんだったら、はい、もう言われてるはずなんですよ、うん、交代だったらね、はい、退任だったら、うん、世に出てないだけで、はい、そしたら来ないですよね。あ、そっか。で万が一ね、はい、来て、はい、もう抽選になりました、うん、引いて、はい、当たりました、うん、その選手が関東だったら挨拶に行きました、はい、来年頑張ろう、うん、絶対いるでしょ、来年。そうそうですね、確かにそうですね、うん、もしくはこのメッセージでカメラに向かって、うん、はい、何とか君、待ってるよ、うん、って言って、はい、当にいないの、いないでしょ入団したら監督違うっていうそんなこと起こりえないから。あ、なるほど。だから例年だとね、うん、シーズン終わってからのドラフトだから、はい、監督もね、去年は高須さんが引いたりとか、うん、あの新監督がね、はい、引くっていうことになりますけど、今年はシーズン中なんで、はい、ドラフト会議に監督が、うん、現監督が出席してたら、うん、もう絶対変わらないですって。そうですね。逆にね、変わるのにいたら、そのチームとしてどうなんやってなる。だって来年いない監督に聞くんですよ。え、じゃあもしかしたらまだ報道されてない新監督が来るってことは、まあ、それはないですよね。それはないですね。だからその、 あの球団社長とか、オーナーとか、本部長とか、うん、あとはスカウトとか、はい、だけがいて監督がいないっていう。ああ、そうなんだ。そこ注目ですよ。そうですね。この球団監督いない、うん、変わるんじゃんみたいなってことかもしれないです、ね、逆にいるってことは変わらないっていう、はい、うんうん、だっておかしいもん、変わるのにいたら。そうですよねじゃあちょっとそこを見てみますね。そこを見るとね、うん、あの一番分かりやすい。僕はもう変わらないと思ってますけど、はい、もう間もなくですからね。そうです、はい、はい、さあ DeNA というところで、はい、去年のドラフトピッチャー3人キャッチャー1人内野2人外野1人、うん、ラミレス監督一番欲しい森が取れたと、はい、彼は将来スーパースターになれる存在だと、うん、2位の坂本3位の伊勢もチームに貢献してくれると思うと非常に満足していると。で去年のねドラフト評価では DeNA が僕が一番いいドラフトをしたっていうね、はい、あの評価を動画内でしましたけども、はい、1位の森選手、うん、1軍ではね、未出場ですけども、はい、2軍では49試合、32安打、1ホームラン、うん、10打点、6盗塁、2割3厘、打率、まあ、プロの壁だね。まあでも、盗塁6個したりとか、まあまあ、持ち味はね、出そうとしてるっていうところでも、うん、まあ、打率2割3厘はね、はい、やっぱりちょっと低すぎるっていうところで、うん、まあ、今後のね、まあ、高校生ですから、はい、今後の成長に向けてね、うん、まあ、どこまで成長するかっていうところですけども、はい、2位は立命館から坂本選手。うん、まあ、1軍でも7試合で4勝1敗、はい、昨日の試合で勝ちましたよね。そうですね。で防御率は 5.24 と、はい、2軍では4試合で、0勝0敗ですけども 1.47、うん、いいですね。やっぱりねここまで見てきて、うん、やっぱり2軍で1点台だね。そうですね。確実に1軍いってますね、うん、でそれでどうかだね、うん、だから2軍でも3点台以上とかはもうほぼ厳しいんちゃうかっていう。たまに上がってる方いますけど、うんうん、大体みんな1点台ですね、うん、だからノルマは2軍で1点台だね、うん、ここを見とくと2軍の成績でもね、はい、面白いかもわかんないですね。そうですね、うん、でも1点台出したら、まあ、ほぼ確実に1軍いってますよね、うん、いってるけど、はい、そこで1軍の壁に当たるかどうかが次の問題だけど、うん、まあ、その1軍切符を勝ち取るためには2軍で1点台だね、うん、だからね、あのアマチュア選手も見てくれてると思うんですけど、はい、アマチュア選手もね、うん、あの2軍で1点台出せば1軍の切符が手に入りますよっていう、はい、あとですね、はい、忘れてた、言いたいことあった。何ですか。思い出した今、やっと、はい、京都、はい、洛中ボーイズ、はい、京都スターズ、はい、のコーチが、はい、洛中のバッテリーは絶対見なさいと、うん、里崎チャンネルの、はい、あのホームランを打たれるよりフォアボール出すのが嫌だっていう動画を貼り付けて、はい、そのツイッターでね、はい、そのチームのツイッターで、うん、あのチームのみんなに強制的にこれを見て勉強しなさいっていうのを貼ってくれてます。ーコーチ名前書いてますけど言わないですけど、コーチありがとうございます。いつもご視聴ありがとうございます、はい、子供たちのために今後も頑張ってください。すごい、
何の学年ですか？中学、まあ、中学校と小学校もあるんだよ。だから小学校と中学校の小中、はい、ああその教育になってると、ああいやありがたいですね。すごい、ね、うん、チームのみんなしっかり見て勉強して、うん、大きく育ってくださいね。間違ったこと言ってないんで。その頃からね、フォアボールも出さないようにするっていう、ね、そうそうそう、そしたらね、クイックちゃんとするとかっていうところをやっていけば、うん、後でね、わざわざ身につけなくていいんで、はい、小さい時からそれを気にしてやってたら、うん、もう一然的にね、やらなきゃいけないものになるんで、身についてます。素晴らしい、素晴らしいチーム、はい、ね、うん、楽中ボーイズ、うん、頑張って。あと、プロドラフトかかって入るとき、里崎チャンネルで練習を向上するために役立てましたって言ってください。見て勉強しました。そう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 。危ない、言うの忘れてた、言おうと思ってて、はい、今どこまで行きました？2位坂本選手ね。そうですね、はい、だから1点台が目標ですよっていうね、はい、そうですね。3位が伊勢投手、うん、明治大学から、はい、1軍で21試合1勝2ホールド、防御率 1.1 いいじゃないですか。いいね、うん、しかも2軍で10試合1ホールド0.89 0.87、だここでね、やっぱり、はい、ね、うん、だそういった意味ではいい形で ね、頑張ってますよね。で坂本選手もね、こう後半にかけてかなりいい感じで先発ローテーション入ってきてるんで、うん、いいピッチングできてるなっていう。で4位が東選手、はい、まあ、2軍でね29試合4安打4打点、うん、7分3厘、まあ、高卒ですからね、はい、まあ、ここはもう地道に向上していきましょう、はい。やっぱね、いきなりプロの球ね、そんな高校生でね、カンからカンから打てないんですよ、うん、そう考えたら中日の1位の石川君、はい、すごいっすね。そうですね。そう考えたら、ね、確かに、はい。で次、田辺選手、島根開成高校から、はい、39試合27安打11打点2割4分3厘、まあまあこっからですね、大型ショートというのだから森君と競い合う感じだね、はい、ドラフト1位のね。そっか、うん、同じ内野手ででも森君より打ってるからね。そうですね、2軍で2軍で2割4分3厘とかね、うん、ここがまあ競い合ってね、はい、まあ、正直ね、どっちでもいいんですよ、うん、レギュラーになってくれればね、はい、だからここはね、頑張って競い合ってほしいですね、はい。で続いて、海老名選手、外野手、青森大学から、うん、1軍では16試合、3安打1ホームラン1打点、1割5分8厘、2軍では3割1分8厘、うん、25試合27安打6ホームラン、だから2軍ではいい形ですね、はい、で1軍の壁ですね。そうですね、うん、でも外野手も今ね、そう熱いからね、うんうん、DeNA はレフトが佐野がね、はい、今首位打者いてセンター感じたんで、うん、でライトはね、オースティンが元気だった、オースティンで神里っていうところでね、うん、あるんでなかなかね、チャンスは少ないかもわかんないですけど、はい、でも2軍でね、いい成績残してるんで3割以上打ってますからね、今後期待ですよね、はい。で7位、浅田選手、福岡有明高校から九州ナンバーワンとの呼び声高い最速、よく九州ナンバーワンで7位まで残ってたなっていうね。そうですね。いや、思わん、はい、九州もね、いい選手いっぱいいますからね。うん、ポテンシャルは大っていうね、ところで、はい、まあ、9試合2勝2敗 4.54、うん、まあまあ高卒ですから、はい、まあこの9試合もね、投げれてるっていうところでね、1年間しっかり投げてきてるんで、うん、ここからのね、成長を期待したいなっていう、はい、ところです。というところで、はい、DeNA の2019年ドラフト通信簿、うん、ABC 評価、はい、評価は A です。お、はい、A 出ました。まあね、森選手、東選手、田辺選手ね、うん、浅田選手っていうところはまあ高卒なんでね、はい、まあ、しっかり育成していこうっていうところで、まあ、2軍でもしっかりね、試合使えてますし、うん、でまあ、ロッテがね、B- っていうところは、はい、やっぱり高卒でも試合に出てないっていうね、うん、選手がいるっていうところが、うん、やっぱそのね、B になりきれないっていうねところと、やっぱここの DeNA の違いかなっていうね、はい、ところはあります。1年間の評価として、はい、で、あとね、坂本選手、伊勢選手と、まあ、昨年ドラフトでもね、2位の坂本、3位の伊勢もチームに貢献してくれると思うってね、ここが満足してるっていうね、はい、ラミレス監督の言葉通り、うん、まあそのね、1年間即戦力にはね、坂本選手も伊勢選手もなれなかったですけども、うん、まあいい形で、1年目としては結果を残してるんで、うん、まあ、僕は、ね、ああ素晴らしいんじゃないのかなっていう、はい、で、まあ今 DeNA もね、現在4位ですけども、まあ、2位まで、ね、差がある縮まってるということで、はい、最後どこまで、ね、順位を上げれるかっていうところで考えても若手の、ね、成長っていうのはドラフト1年目に関しては、ね、非常にいいんじゃないかなと。あとはね、森選手、東選手、田辺選手、浅田選手っていうところがね、この試合数を出ることを継続していって成長してくれることを期待、うん、はい、はい、っていうところで、はい、今年のドラフト戦略2020年 DeNA は得点440で2位、
1位のジャイアンツに19点差と、はい、まあ、やっぱ得点力が高いですね。そうですね。で失点が400点というところで4位、うん、でホームランが116本で2位、1位の巨人に1本差と、うん、で盗塁23個で5位、うん、で同率5位か、だからまあ実質最下位で、打率が2割6分9厘で1位、あ、いいですね、うん、で防御率2割8分3厘で3位、はい、まあ、そんな悪くない、うん、でエラーも40個で3位と、だからそんな悪くない、あ、全体的にいいじゃないですか、全体的にいいですね、うん、だからまあやっぱ機動力がね、はい、使ってないっていうところで、うん、まあでもこれはね使える選手がいない、はい、そもそも足が速い選手が絶対的に盗塁しまくれるっていうのはいないもんね。で梶谷が盗塁してるけど、あ、盗塁センスがあるだけで、うん、何でもかんでもセーフになれる能力があるわけじゃないっていうところで、はい、そのまあ、神里とかね、うん、足のある選手はいますけども、その、まあ、13個のね梶谷がトップで、神里がね6個っていうところで、だからオースティン、ソト、ロペスとかね、うん、で佐野とか宮崎とか、うん、それ盗塁とかできないからね、まあ、する感じの選手じゃないですからね、うん、だからその盗塁が少ないのは選手がいないっていうところで、はい、だからもう打って打って打ちまくっていくしかないっていうチーム構成になっていってるっていうね、うん、ところで、まあ、勝負っていうね、はい、それはそれでいいんですよね。そう、うん、でもそれでもまだこの順位にいるっていうところを考えると、はい、まあやっぱりでもね、今永平がやっぱその怪我で離脱したっていうところが、それだって頭2枚が終盤大事な時にいなくなったらどこもきついよ。そうですね。そんなの、うん、DeNA じゃなくなって、うん、今中日が大野いなくなって、はい、みたいな、勝てみたいな、いやいやみたいな。しかも2人いなくなるってことですね。そうだいぶ辛いですね、うん、だから巨人だったら、うん、もうあの菅野東いなくなるみたいな、はい、いやいやいやみたいなね、うん、だからそれはきついじゃん。そうですね。でもそれでも別に防御率がすごい悪いわけでもないし、そう3位じゃないですか、うん、だからそういったところでも、まあ、C で言ったら、うん、まあ、あとはその打つだけなんで、そこをうまく連動させるように作戦してみたりとか、打順の絡みとかがまあもうちょっと良くなれば上に行けるのかなっていうまあところもあるっていうところで、まあ来年まあ取らなきゃいけないのは、まあやっぱり先発がやっぱりその離脱してるっていうところでね、で今のはもう肩手術なんで、肩手術大丈夫だろうっていう、肘とかの復活はいっぱいいるんですけど、肩って結構その復活した人が少ないというか、まあ、どういう手術してるか分かんないんですけど、うん、そこがちょっと不安やなっていうところもあるし、うん、まあ、でも先発大貫もね、今9勝4敗 2.21 非常にいい活躍、はい、で井上がね、まあ、6勝6敗防御率4点台ですけど、まあまあ頑張ってると、うん、浜口が防御率 4.60.65、 まあまあローテーション守りながら投げてるかなと、うん、で上茶谷2勝3敗10試合というところで、このまあ絶対的にはね、やっぱ先発が、まあ、いいピッチャーもいるんですけど、まあ、怪我したり離脱してるっていうところで、はい、まあ、数欲しいかなっていう、うんうん、だから1位ピッチャーだね。はい、だから誰いきます？もう決まってるんですよ。あ、決まってますか、うん、DeNA も教えてもらえますか。いいですか。はい、コマーシャル、はい、さあということで、はい、はい、うん、でもじゃあお願いします。 DeNA、はい、第1回選択希望選手 DeNA ベイスターズ早川投手、早稲田大学。もうどこも早川投手行きますね。いや、左が好きじゃないですか。はい。いや、まあ、やっぱこれちょっと愛だけどね。はい。でもやっぱ左の方がちょっと希少感はあるじゃないですか。そう、左が好きだっていうね、はい、ところと、うん、で東がトミー・ジョン、はい、で今永が肩、うん、っていうところで2枚抜ける可能性もあるんで。あ、そっかそっか、 DeNA にしても、うん、はい、だからそこは行くんじゃないのかなと、うん、でも DeNA は独自の戦略で、はい、なんかちょっと被らないとこ行ったりするじゃないですか。ああ。そこがどうかなっていうところと、はい、大卒とか、うん、その社会人のピッチャーを取ってるんで、はい、結構、うんうん、ひょっとしたら高卒ピッチャーっていう、あ、なるほど、とこも考えられるっていう、だから中京大の高橋君とか、はい、っていうところも、うん、まあ、考えられるんですけど、うん、左が好きなのかなっていうところで。なるほどな。じゃあ1位はじゃあ、まあ、左ピッチャーに行く可能性は高い、うんうん、その下はどうですか。その下はね、ちょっとね、足のある外野手、はい、欲しいですね、うん、まあ、佐野梶、まあ、あと梶谷がね、はい、FA するのかどうか問題もあるんですよ。あー、そっか。もしするってなると、はい、あの、まあ、上里がセンター、うん、あのライトオースティンっていうところで、だからオースティンも怪我するじゃないですか、うん、でもしねそこがまた抜けたらっていうところも考えると、まあ外野にね、あの桑原とか、うんうん、あのっていうところもいますけど、ちょっとね最近伸び悩みっていうところもあるんで、はい、総力のある
外野。足の使える外野。うん、いますいいの。ちょっと外野ちょっとあんま持ち合わせてないんですよね。高村さんのあれですもんね、あのスカウト、はい、東海地区ですもんね。あの大体静岡。大体あの地元推しなんで。専門が。あとね。いいじゃないですか。いいのいるんですよ。あ、いるんですか。うん、はい。誰ですか。外野手っていいですか。はい。第2回選択希望選手。DeNA ベイスターズ。北選手。あ、北亮太。はい。明石商業高校。うん。パワーとスピードを兼ねる逸材です。へぇー。外野どこでも守れます。まあ、今すぐは、はい、まあ、いるんで、うん、次に向けてっていうところで、うん、はい、内野の森くん取ってるんで、うん、外野の、はい、北くん。育てるって意味で。取って、はい、あの。いい左ピッチャーだったらいますけどね。いるんですか？います、います。そうです。もし早川くんと行かなかった場合の。あ、でもちょっと上位でいけるかな。会計？あ、でもね、でもそのは別にだって坂本選手も2位です、伊勢選手も3位でね、そうですね、頑張ってるんで。いや、あの結構上位でいけると思うピッチャーいますよ。そうなんですか、はい、誰ですか。ヤマハの、はい、池谷投手、ちょっと下の名前がですね、池谷壮太選手かな。ヤマハ、ヤマハ、これなんで押してるか分かりますか。そう、あの静岡の会社だからでしょ。え、じゃ違います、あ、池谷壮太投手、はい、静岡出身なんですよ。ヤマハはヤマハ。池谷壮太投手、静岡県浜松市出身です。あ、ちょっとリリーフでしたね。リリーフ？リリーフでしたね。うん、先発じゃないな。まあでもリリーフもね、はい、石田投手が中継ぎでいますけども、うん、はい、左がね、まあ、若干薄いっていうところもあるんで。はい、あ、じゃあ青少のね、高田くんとかもいますよ。乗ってますかね。乗ってるか。やばい、袴田のおすすめ全然乗ってないじゃんっていう。静岡商業。高田くん乗ってない。乗ってる。やったー。大きく乗ってる。バランスの整ったフォームから最速148キロの直球を投げる。チェンジアップとの緩急差で相手のタイミングを狂わせるって書いてる。はい、お父さんが緩急自体バランス型左腕、うん、お父さんが青少の監督してるので、うん、かなり強豪校から誘いがあったらしいんですけど、うん、青少に入ったんですよ。親子だかとしても戦ってきたと。はい、へー、お父さんの元で、まあ、注目ですね。注目です。まあ、回ですね。回締めですね。回締めですか。うん、あ、で、あの、3とか4とかでどうですか。まあ、そこらあるんじゃない。はい。ね、俺の回はそこだから。上位は1位、2位だから。回は3位、4位ですか、うん。じゃあ5位、6位は何ですか。回。回。3位以下が回ってことですね。うん、だまあ、先発はちょっと怪我人が多いんで、うん、はい、来年整えるかどうかが分かんないんで、うん、まあ、先発は取った方がいいと思うんですよ、はい、DeNA、うん。あとはやっぱ総力のある、外野手、はい、まあ、未来に向けて、だ僕はあの北君がおすすめですけども、うん、はい、まあ、そこも補った方が DeNA としてはいいかなっていうね、うん、あとまあ中継ぎもちょっとね、山崎康明がちょっとボテッとしちゃって体が、はい、あの今年ねちょっとこうなりましたけども、はい、そこのまあ中継ぎのピッチャーもできれば欲しいかなっていうね、はい、だから1位先発、2位外野、走力ある、はい、で3位が中継ぎ、はい、いける、はい、これだね、はい、これでいこう。そうですね、うん、まあ俺が勝手に言ってるだけだけど、はい、じゃあその中継ぎに池谷くん行って、あ、まあそうだね、はい、いいんだもんね。いいです、うん、すごいいいです、うん、多分素人ですけど。高村さん、はい、これはね、はい、来年もう一回それを発言を聞いて、はい、また見ますからね。そうですね、私のメガネに狂いないかもしれない、ね、あ、そうそうそう、あるかもしれない、はい、はい、まあ、そこを注目しながらね、地元をしてるだけですけど、はい、だから DeNA は先発北くん長継ぎ、はい、行きましょう。